できたぞー。はい、毎度おはようございます、こんにちは、こんばんは、アクです。よろしくお願いしまし。本日は6月の1日。6月の1日ということは、はい、今月もやってまいりました、大人気もアークの大人気企画でございます、ペダンポーズ。ということでですね、まあ5月はね、まあご存知の通り結局あれ当たりませんでした。もうそのナンバーズの有名なやつを全部詰め込めてね、やって当たらんのかと。でもね、4日か5日ぐらいめちゃめちゃ惜しいのあったよね。あ、もうここだけ違う。あと一つ合ってたら、あと一つ声がなんで当たらへんねやと思ってね、そのね、惜しい数字よくよく見てたんですよ。あれ？これ惜しい数字全部ゾロ目のやつやん。その先月、まあ、5月分は1のゾロ目がめちゃめちゃ出ると。お前これめっちゃ出るやんけっつって、ゾロ目マジで出てるやんけっていうことでですね、今日はですね、まあいつも僕がやるやり方とゾロ目だけ数字組んでみました。ということで紹介しましょう、こちら。まあ、こんな感じで書いてるんですけど、出すページ間違えました、隣でした。こっちですね、0269って書いてる。0269からね、その下です、0669。今月はね、この0669のボックスを1ヶ月買いたいと思ってます。まあ6だけじゃないんですけど、ナンバーズ4って数字4つなんよ。この6月だけはですね、その4つ中の3つが同じ数字っていうのがめちゃくちゃ出てるんですよ。いや、確率的にそんなありえへんじゃないですか。でも1ヶ月平日なんで20日間ですよ。20日間で去年の6月とか5回に1回の確率で出てるんですよ。いや、それはまあやべえやべえぞっつってね、もうこれはもうゾロ目確定でいこうと思って、今回ね、この0669っていうね数字にしました。もちろんね、買い方はボックスで1ヶ月買っていくんですけど、でね、まあ買うんですけど、もうちょっと時間ないんでね、今日分買えるか焦ったんで先にね買ってます。はい、ってことでこんな感じです。わかりますかね、0669のボックス6月1日からね毎回買ってます。はい、ということでですね、皆様、2020年6月ナンバーズ4、この1ヶ月間の予想0669でね、今回も1ヶ月買っていきたいと思います。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。そろそろアークさん当たりそうやなって思った方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お前当たってんのナンバーズ3しか知らんけど、まあ毎回ほんまに買ってるから、チャンネル登録、グッドボタンしとってるわっていう方はね、ぜひよろしくお願いします。っていうことで、お金大好きアークさんでした。ちなみになんですけど、ナンバーズ3はですね、914のストレートで1ヶ月買ってまーす。バイバーイ。